8インチ、5.25インチ、3.5インチのフロッピーディスクフロッピーディスクの歴史では、フロッピーディスクの種類と歴史について述べる。フロッピーディスクは薄くて、柔らかい長方形のプラスチックで覆われた、磁気記録メディアである。フロッピーディスクドライブで読み書きする。フロッピーディスクは九百七十年代から九百八十年代にかけて最も普及した外部記憶装置で、 初期にはメインのデータストレージとして後期にはファイル交換用のメディアとしてよく使われた。米国ではフロッピーでファイルを交換することをスニーカーネットと呼んだ。1967年にカリフォルニア州サンノゼにある IBM の研究所で世界初のフロッピーディスクとフロッピーディスクドライブが開発され、1972年に8インチフロッピーとして発売された。 手頃なサイズ感の5.25インチフロッピーが1976年に発売されワープロやパソコン用としてほぼ標準のメディアになったその後1982年に発売された3.5インチフロッピーへ徐々に置き換わった両者はそれぞれ別の時期に一時代を築いた他にも様々なサイズのフロッピーディスクが発売されたがそれらは普及しなかったフロッピーディスクは 約40年間にわたって長く人気を保ったが、90年代中頃になると人気は下降した。高速なネットワークや USB メモリなどの難度型フラッシュメモリを用いた新しいメディアの登場により、フロッピーディスクの必要性が薄れ、これまで標準搭載が常識だったフロッピーディスクドライブは1998年に iMac が搭載しなかったことが特に決定だとなり、 衰退に拍車をかけた。2000年になるとフロッピーディスクは珍しい存在となり、古いパソコンや工業用コンピューターなどのみで使われるようになった。IBM によるフロッピーディスクドライブに関する特許の図表メインフレームのシステム370でイニシャルコントロールプログラムローダーと呼ばれる。 マイクロコードをメモリにロードするための安価で信頼性の高い方法を開発するよう IBM は1967年に3のゼにある研究所へ指示した。システム370は一部のモデルを除きマイクロコードをラムに読み込む方式を IBM として初めて本格的に採用したコンピューターシステムで電源を入れ直した時は必ず。 マイクロコードをロードし直さなければならなかった。システム370の前身であるシステム360はもともとロムにマイクロコードを保存する設計だった。IBM はまた顧客にソフトウェアのアップデートを安価に配布できるメディアを求めていた。IBM の記憶装置開発責任者であるアラン・シュガートは新型のテープ型記憶装置の開発で失敗していた。 デビット・ノーブルにこの仕事を任せた。後に 23FD フロッピーディスクドライブとなるコードネームミノーの開発プロジェクトが立ち上がり、ドナルド・アートナーがディスクドライブ開発のマネージャーに、ハーバート・トンプソンがディスクメディア開発のマネージャーに任命され、エンジニアのウォーレン・ダルジール、ジェイブレント・ニルソン、ラルフ・フローレスらが開発チームに参加した。開発中はこのディスクを メモリーディスクと呼び、直径8インチの柔らかいディスクで製作し、リードオンリーで80キロバイトの記憶容量があった。最初のディスクは裸だったが、汚れが深刻な問題を招くため、ホコリを除去できる洋服織布による内張りを張った、樹脂製のエンベロープに入れた。フロッピーディスクの特許3668,658は1972年6月6日に、 ラルフ・フローレスとハーバート・トンプソンによる発明として出願された。フロッピーディスクドライブの特許367万8481は1972年7月18日にウォーレン・ダルジール、ジェイ・ニルソン、ドナルド・ワートナーの発明として出願された。IBM は1971年にディスケットを発売した。 この新しいデバイスは1971年に2835ストレージ制御装置のプログラムロード部という形で 23FD として販売され、その後ほとんどのシステム370処理装置や、その他の IBM の製品で標準装備品として販売された。当初 IBM は市場に配布するブートディスクを書き込むためにコードネーム、マカレルという別のデバイスを使っていた。 アラン・シュガートは IBM を退職してメマレックスに転職し1972年にチームを引き、世界で初めて読み書き量対応となるフロッピーディスクドライブであるメマレックス650を発売した。650は1セクタ448バイト、8セクタ50トラックで175キロバイトの容量があった。メマレックスのディスクはセクタが固定されており、 災害集に8つのセクタホールと1つのインデックスホールを開け、各データセクタの開始位置とトラックの開始位置を同期できるようになっていた。メマレックスの最初期のディスクはハードセクターでセクター数が8、16、32のいずれかの固定となっており、ディスクハブの周りに物理的に穴を開けてマーキングしたため、ドライブとメディアの形式が異なると互換性がなかった。 シュガートが1973年に設立したシュガートアソシーツは8インチフロッピーディスクドライブ市場を独占する企業となった SA800 の形状とインターフェースは業界の事実上の標準規格となった IBM は同社のパンチカードデータ入力装置を置き換えることを目的に読み書き量対応のフロッピーディスクとして 同社初となる 33FD を3740データ入力システムの一部として1973年5月に発売した。メディアはディスケット1として別途販売され、テフロン加工された不織布の内張りを採用して長寿命を実現した。メディアメーカーのインフォメーションターミナルズ社は1976年に磁性面本体にもテフロン加工を施す。 ことによりさらに信頼性を高めた。新システムではソフトセクタ方式のフォーマットが採用され、1枚のディスクに最大250.25キロバイトを保存できた。ディスクは26セクタ77トラックに区分けされ、1セクタあたり128バイトの容量があった。このフォーマットは多数のディスクメーカーに採用され、 小容量のデータへ同様メディアとして間もなく一般的になった。このフォーマットは後に片面単密度と呼ばれた。このサイズは2000枚のパンチカードに相当するデータを記録できるものとして定められた。8インチディスクドライブとディスケット1970年代にマイクロコンピュータが登場すると8インチフロッピーは数少ない高速大容量デバイスの一つとしてみなされるようになったが、 個人や自営業者が気軽に買えるものではなかった。マイクロコンピュータ用、オペレーティングシステムの CPM は最初は8インチディスクで販売された。しかしマイクロコンピュータの黎明期は、ディスクドライブの方がまだ本体よりも高価であり、当時はカセットテープを代わりに使うことが多かった。IBM は1976年に5 0 0イトの両面短密度フォーマットのディスクを発売し、 1977年に 1.2MB の両面倍密度フォーマットのディスクを発売した。バローズの 1MB フォーマット等のその他の8インチフロッピーのフォーマットはどの市場にも受け入れられなかった。1978年の終わりの時点で一般的なフロッピーディスク1枚の値段は5ドルから8ドルだった。1978年におけるメディア全種の 市場規模は1億3500万ドル、ディスクドライブは8億7500万ドルだった。シュガーとアソシエイツが開発した8インチフロッピーディスクドライブのインターフェース規格は50ピンで、交流電源が直接スピンドルモーターを常時回転させていた。後期のモデルは直流モーターで、モーターの回転と停止を制御するための信号が追加された。磁性面が部分的に露出し、 センターハブ近辺で回転する5.25インチの両面倍密ディスク。カバーには磁性面から誇りを払うためのクロスライナーがついている。右上に書き込み禁止スロットがあり、ハブの隣にディスク上のインデックスを検出するための穴が開いている。当時デスクトップ用のワードプロセッサーを開発していたワングラボラトリーズのアンワングは1976年に シュガーとアソシエイツのジムアドキソニアドン・マッサーロが出席した会議で8インチディスクはワープロ用には大きすぎるし高すぎディスクドライブ装置は100ドルくらいであるべきだと話したマッサーロによるとアドキソンはディスクの小型化を提案しワングとの会議に先立ち段ボールでモックアップを作り始めたジョージ・ソルマンは当時存在していたテープドライブの平均的な 大きさにすることを勧めた。ボストンのバーでワングと出会い、適度に小型化してほしいと言われ、ワングがカクテルナプキンを指さしたことで物理的なサイズが決まったという話は都市伝説であり、そのような出会いはなかった。このサイズの新しいリスクは95.5キロバイトの容量があり、あとに5本のトラックを追加して110キロバイトに増えた。 5.25インチディスクドライブは8インチよりも劇的にコストが下がり、間もなく CPM 機に普及し始めた。シュガートが最初に販売した5.25インチドライブは片面35トラックの SA-400 で初期のマイクロコンピューターに広く普及し、34ピンのインターフェースは工業規格化された。ハードセクタ式とソフトセクタ式の両方に対応し、 容量は単密度で9 0イト倍密度で1 1 3キロバイトだった。ディスクドライブは1976年後半に400ドルで、ディスク10枚入りの箱が60ドルで発売された。この新しい小さなディスクは芝叩く間に普及し、1978年には10社が5.25インチドライブを製造していた。シュガートは、 ピーク時には1日に4000台のドライブを製造していたが、その栄光は長続きせず、1980年代末には会社の経営が悪化した。80トラック対応ドライブがなかなか安定動作せず、競争が激化し、複数の大きな取引を逃したことなどが影響した。1982年にアルプスドライブと呼ばれる、スプリング式のイジェクト機構を備えた上に、 コストも安い競合他社製品へアップルが乗り換えたほか IBM は IBMPC 用ディスクドライブの供給元を単独一社に絞った1977年にゼロックスに買収され1985年にディスクドライブ市場から撤退しシュガートのブランド名は他社に売却された1978年には ITC が推定1億3500万ドルの フロッピーディスク市場で35%のシェアを誇り、5.25インチディスクは、バルクの場合で1枚1.5ドルで販売された。アップルは、SA-400 ディスクドライブ装置を仕入れ、アップルカスタムのコントロール基板をつけ、アップルのロゴが入ったケースに入れ、ディスク2ドライブに組み込んで販売した。スティーブ・ウォズニアックは、グループコードレコード方式を開発し、標準の90、 1 1 3キロバイトよりも大容量の1 4 0イトを実現したが、ディスク2が発売された直後に1 6 0イトの容量がある倍密度方式のコントローラーが値下がりした。GCR はソフトウェアでトラックとセクタの位置を検出することにより、ハードセクタ方式のディスクもインデックスホールも不要だった。コモドールも独自に GCR 方式のドライブを開発して発売したが、Apple のフォーマットとは互換性がなかった。単リは、Sugar と SA-400 の在庫を抱えていたため、85KB しかない標準規格のフォーマットをそのまま TRS-80 用のディスクドライブとして採用した。初期のドライブは片面だったため、両面用のディスクを買い、裏返して使える。 両反対側にも書き込み禁止スロットとインデックスホールの穴を自分で開ける節約テクニックが流行した。片面用のディスクドライブは片面フロッピーを用いることを想定して設計されているためこの方法はリスクが高いと言われていた。よく言われる理由として裏返すとディスクが想定とは逆方向に回転し、磁性面の誇りを除去するはずの不織布が誇りを集めてしまい。 ヘッドに引き寄せられてしまうとされた。ハードセクタ式のディスクは8インチでは広く普及したが、5.25インチでは全く普及せず、最後までハードセクタ式にこだわっていた。ノーススターは1984年に倒産した。タンドンが1978年に両面ドライブを発売して容量が倍になり、さらに倍密度フォーマットの登場により360キロバイトまで容量が増えた。 1979年には77トラックの5.25インチドライブも存在し、CP、M 機などのビジネス用パソコンで普及したほか、コモドールが発売していたディスクドライブの一部もこれに対応していた。1980年代初期には、コンピュータ関連技術の進歩とコストダウンが進み、ソフトセクタ式の倍密度フォーマットが一般化した。 さらに高さ半分のコンパクトなディスクドライブが登場したほか、両面ドライブが登場し、倍密度バイトラックの80トラックに対応したドライブも登場した。ただし価格が高いため大半のホームコンピューターには片面ドライブを装備するのが普通である状況が続いた。1970年代から1980年代はフロッピーディスクドライブが ワープロやパソコンのメインの外部記憶装置だった。当時はハードディスクが搭載されていなかったため、OS はフロッピーから起動するのが普通で、起動したら、OS が入ったディスクを取り出して、アプリケーションが入ったディスクに交換していた。一部のマシンは2台のディスクドライブを装備して、OS を入れたままアプリを使ったり、フロッピーから別のフロッピーにデータをコピーしたりしていた。 1980年代初期には、倍密度バイトラックの96トラックに対応した9セクタの 2DD ドライブが登場し、容量が720キロバイトに増えた。DEC のレインボー -100、ディークメイト2、プロ -350 などで使える独自の RX50 というフォーマットも別に存在した。これは、片面96トラックで1トラックに10セクタを、 詰め込むことにより4 0 0イトの容量があった。白い5.25インチのフロッピーディスク IBM の PC DOS と Microsoft の MS DOS はオリジナルの IBM PC が発売された時に最初からフロッピーディスクをサポートしていた。1981年にリリースされた PC DOS のバージョン1.0は片面1 6 0イトの 1D フロッピーだけをサポートした。 翌年のバージョン1.1は両面 320KB の 2D ディスクに対応した。1983年にリリースされた DOS2.0 では1トラックが8セクタから9セクタに拡張され、フォーマット時の容量が 1D で 180KB に、2D で 360KB に増えた。IBM は1984年に発売した IBM PC。 AT で5.25インチ高密度ディスクのに HD に対応した。5.25インチに HD ドライブは基本的には8インチドライブの小型版で同じ回転速度とビットレートが用いられ360キロバイトのフォーマットに比べて3倍近い容量があったが読み書きヘッドが小さくなったことにより古い5.25インチのドライブとの互換性に問題が生じた。 ラベルを除けば 2HD ディスクの見た目は 2DD ディスクと全く同一だった。これによりドライブは実際にディスクを読んでみるまでどちらのディスクが挿入されたのかを見分けることができなくなり混乱を生じた。そのために h d ドライブは 2DD のディスクを 2HD としてフォーマットしてしまうことができてしまった。多少のセクタエラーが生じることはあるものの大抵の場合は 表面上動作しているかのように見えた。高密度に HD フォーマットのディスクは保持力の高い酸化膜コーティングの新技術を用いて作られており、これが問題だった。ソフトセクタ方式が標準になってからはヘッドを改良することでデータ密度を高めており、この時になるまではメディアの材質自体は基本的に1976年から変わっていなかった。 メディアを 2HD モードでフォーマットしたり書いたりするとき 2HD 対応ドライブはヘッドの設定を変更してより強力な磁力を発するモードに切り替える。保持力の弱い 2DD のディスクに強い磁力を使って書き込みが行われると強く磁化した酸化物の粒子が隣の粒子に影響を与えるようになった。この結果ディスク自身がディスクのデータを徐々に消していくこととなった。 逆に 2HD ディスクを 2DD でフォーマットしようとすると保持力の高いメディアは弱い磁力で書き込まれたデータをほとんど保持できず高い確率でフォーマットが失敗した3.5インチの 2HD ディスクはこの問題を回避するためディスクのカートリッジにメディアのタイプを見分けるための穴を追加しディスクドライブがメディアの種類を判断できるようにした しかし3.5インチディスクの 2DD と 2HD は、磁力が 665L ステッドと 720L ステッドで、5.25インチの 300L ステッドと 600L ステッドに比べると差が小さく、3.5インチの 2DD ディスクを 2HD ディスクとしてフォーマットしても、特に問題は生じなかった。1980年代の後期になると5.25インチディスクは3.5インチに置き換わった。 5.25インチドライブはまだ売られていたが、1990年代に入ると人気が衰えた。当時のパワーユーザーの多くは1980年代に発売されたドスキや8ビットパソコンなどの3.5インチドライブを装備していないコンピュータを所有していたが、大ブームを巻き起こした Windows95 は、米国では3.5インチ版しか店頭販売されず、 5インチ版を入手するには同封のクーポン券を郵送する必要があった。また MS DOS が衰退してバージョン6.22から単体販売されなくなりパソコンの買い替えを強いられた。後に販売されたパソコンの大半は5.25インチドライブがオプションの周辺機器になった。1990年代中頃までには5.25インチドライブは事実上消滅し、 3.5インチディスクが主流のフロッピーディスクになった。ファイルウェアのディスケットアップルはリザを開発する際に新たなディスクのフォーマットを開発しており、後に公式にファイルウェアと名付けられた。基本的には5.25インチディスクに近いが、ツイッキーディスクの上側に書き込み用の穴がもう一つ開いており、ラベルは縦に貼られていた。このディスクドライブは Mac のプロトタイプにも搭載されたが、結局はソニーが開発した3.5インチを採用することになり、リザの後継機や Mac には搭載されなかった。このドライブは安定性が悪かったほか、Apple は意味もなく工業規格を無視するとの批判を受けた。1980年代初期には5.25インチフローッピーの限界が明らかになってきていた。 元々は8インチより小さく実用的であるように設計されたが5.25インチドライブ自体が大きすぎたほか記録メディアの品質が向上しより小さい面積に同じデータを記録できるようになっていた。また別の問題として5.25インチディスクは8インチディスクを小さくしただけのものであったことから使い勝手については深く考慮されたことがなかった。 薄い樹脂でできたケースは折り曲げると中のディスクを簡単に傷つけてしまい開放部分から入ったゴミがディスク面に付着した3.25インチフロッピーディスク2インチ、2.5インチ、3インチ、3.5インチなどの様々なフロッピーディスクドライブが様々な会社により開発された。これらはいずれも小型で硬いケースに入れられて 書き込み禁止のスライドスイッチがつくという共通点があり、旧フォーマットに比べて優れているとされた。5.25インチのフォーマットは非常に広く普及したため、これらの新しいフォーマットが市場に割り込むのは非常に難しかった。ダイソンやシュガートが3.25インチフロッピーディスクを販売し、遅れてソニーが3.5インチと3インチのフォーマットを販売したほか 次のような例も見られた。CF は3.5インチフロッピーよりも頑丈なケースに入れられた。金属製の扉が右側にあるプラスチックのスライドタブにより開いた。3インチフロッピードライブ本体は、日立、松下、マクセルが製造した。この3社の連合以外で製造したのはティアックだけだった。同様に、マクセル、松下、 大道の3社だけが公式なメディアメーカーに挙げられた。ヤマハ、アンソフト、パナソニック、タンリ、ゴデックスコ、リクソンズなどのブランド品も流通したが、品質に疑問があるノーブランド品も流通した。アムストラットは8ビット機の CPC や PCW の一部モデルに3インチ 1D のディスクドライブを搭載した。PCW8512 ワニ DD のドライブを セカンドドライブに搭載し、PCW9512 などの後期モデルには、ファーストドライブにモニ DD のドライブを搭載した。アムストラットはシンクレアからマイコンの権利を買収すると、その流れを継承して、ZX スペクトラムプラス 32HD のドライブを搭載した。オーリックの8ビットキアトモスにも3インチフロッピードライブが搭載され、後に、 旧機種のオーリック -1 も3インチをサポートした。すべての3インチディスクは最初から両面で片面ドライブの所有者は裏返して使えるように設計されていた。ディスクの表と裏を示す A 面と B 面は完全に独立していたが片面ドライブは上面だけにアクセス可能だった。ディスクの容量は主流で安価な5.25インチのフロッピーよりも少なかった。 1D で1 8 0イト、2D で3 6 0イト、2DD で7 2 0イトだった。5.25インチや3.5インチのディスクと異なり、3インチディスクは裏返して使うことがあらかじめ想定されており、2つの独立した書き込み禁止スイッチがあった。またハードケースにより信頼性が高まった。3インチドライブはまた、トットン・ワインシュタイン。 特定の国で発売された MSX の一部機種、携帯パソコンのゴビロンや松下のマイブレーン3000、ヤマハ MDR-1 など、無名のマイナー機種や CP、M 機で採用された。この形状は、非常に複雑な構造が災いし、価格が高いことが大きな欠点だった。しかし、マッキントッシュ 128K に3.5インチドライブを、 採用するようソニーがアップルを1984年に説得することに成功したことで3.5インチドライブがデファクトスタンダードとなるとっかかりが訪れた。ファミリーコンピュータディスクシステム用のクイックディスクスミス、コロナの2.8インチダータディスク三つみ電気のクイックディスクも3インチの形状だった。クイックディスクには2.8インチ、33インチ、34インチのバリエーションがあった。 三つみは、この装置を OEM 供給し、購入した機器メーカーが、独自のカスタマイズを加えることを前提としており、ディスクのサイズや容量に差異があった。クイックディスクは2.8インチの磁気メディアを用い、切り取り式の書き込み検視タブを両面につけ、スピンドルへの固定を安定させるために、センタースピンドルの近くにシースルーホールを開けた。 ニンテンドーは2.8インチの磁気ディスクを3、4インチのケースに入れ、他メーカーは同じディスクを3、3インチの正方形のケースに入れた。クイックディスク最大の成功例は、ニンテンドーのファミリーコンピュータディスクシステムである。FDS は、プラスチックのカバーがついた3、4インチ仕様の、三味製クイックディスクで、ディスクカードと呼ばれた。大半のディスクカードにはメディアを、 汚れから守るためのカバーがなく、後に発売された5本のスペシャルシリーズに限り、保護シャッターがついた。ワープロのスミスコロナは33インチ仕様の三つ見製3インチクイックディスクを広く採用した。スミスコロナのディスクは2.8インチ、ダタディスクと呼ばれ、ケースのサイズではなく、ケース内部のディスクの直径を示した。クイックディスクは1980年代に複数のミディキーボードや、 ミディサンプラーでも採用された。主に次のような機種が採用していた。サンプラーのロラン S-10 と MKS-100、コルグ SQD-1、ミディシーケンサーのコルグ SQD-8、赤い電気が1985年に発売した、S、S-612 ミディサンプラー用の MD-280、ディスクドライブ、赤い7000、S700 と X3700、 ドラン S-220、ヤマハ MDF1 ミリディスクドライブ。1980年代はまだ5.25インチドライブは非常に高価で、三味製クイックディスクはマイナーな8ビットパソコン用の安価な代替案として価格競争力があった。クイックディスクのドライブとしては主に次のようなものがあった。フレンチトムソンの MSX パソコン用クイックディスクドライブの QDM-01、カシオ QD-7、シャープ MZ700&MZ800 用の周辺機器、ダイブ、ダイナデータの MSX パソコン DPC-200 用クイックディスクの DPQ-280、ドラゴン32、64、ZX スペクトラム用周辺機器のクレッセントクイックディスク12 128、128i、256、同じく、 ZX スペクトラム用周辺機器のトリトンクイックディスク。スペクトラムの世界 FAQ によると、ドライブには様々なサイズがあり、クレッセントの製品は 128KB から 256KB で、トリトンの製品は1インチ4410ビットの密度があり、データ転送速度は 101.6KB 秒で2.8インチの両面ディスクを採用し、 片面最大20セクタ、1セクタ2.5キロバイトで、最大容量は1枚あたり100キロバイトだった。クイックディスクは通常、レコードのようにディスクに沿って、螺旋状につながった1本のトラックが作られ、ヘッドが連続的にデータを読めるようになっている。このことから、ランダムアクセス可能なディスクドライブよりもカセットテープと比較されることが多かった。 3.5インチ型フロッピーディスク3.5インチ型フロッピーディスクドライブ3.5インチフロッピーディスクの内部ソニーは1980年に3.5インチフロッピーディスクを開発し1981年に発売した A 分はプロのシリーズ35に2台のドライブを標準搭載して発売した標準規格では 90mm フレキシブルディスクが正式名称となっており マイクロフロッピーディスクとも呼ばれた。8インチや5.25インチのディスクは薄い樹脂製の袋に収められていたが、プラスチック製の硬質なケースを採用した。3.5インチのサイズはソニーのプロジェクトリーダーだった中山正幸が AAR と決めたもので、特に大きな理由はなく、そのまま標準規格に採用された。ソニーは ワードプロセッサーを開発するにあたり小型のフロッピーを売りの一つにする計画だった。また、当時標準だった 250KB の5.25インチディスクに比べて4倍の容量を持つ 1MB のディスクを目指した。磁性体を5.25インチで採用されていたガンマヘタイトからより高密度なコバルトガンマ酸化鉄に変更し、データ更新時の時期の消し残りを解消するため、 自生体の塗布圧を薄くした。密度は従来の従来 48tpi から 135tpi に向上した。磁気ヘッドはビデオテープレコーダーのヘッドに用いられていた技術を応用して新規に開発された。さらに8インチ、5.25インチよりも合成と信頼性を高めるため高コストではあるが比較的強靭な。 厚さ 3.3mm のプラスチック製のケースを採用した。硬いケースを採用したことにより、ドライブ内部で外からディスクを圧迫して押さえることができなくなったため、ケース内部にリフターと呼ばれる板バネをつけてディスクを押さえた。またヘッド部にシャッターを設けて異物がケース内部へ入らないようにした。初期のディスクは、シャッターの開閉は手動であり、挿入前に手で開け、 排出後に手で締める必要があったが、利用者からの不満の声を受けて、自動開閉式に改められた。またやはりコストは増したが、ディスクのセンター部に金属製のハブが設けられ、ドライブはそれをチャックするシステムとした。これにより従来よりチャッキングの精度を上げると同時に、チャッキングを片面からのみ行うことにより、ケース中央の穴を片面に限定でき、微物の混入を防げるようになった。 またドライブ側もチャッキングに要する部品を片面のみに限定することができるため、ドライブの渦型化にも貢献した。1980年末にシリーズ35が発表されると、ワープロ本体よりも3.5インチフロッピーディスクの方が注目を集め、翌年5月にはプロジェクトリーダーがフランスの IEE で学会発表した。またソニーはディスクの普及のため、 初めて OEM 供給する方針を打ち出したが、当時採用したのは1社だけだった。ソニーは1982年に発売したパソコンの SMC-72 も3.5インチドライブを搭載した。また同年に、ヒューレットパッカードが3年間で27万台の供給を受ける契約を締結し、HP-150 に搭載した。1982年に、米国で、 業界団体のマイクロフロッピースタンダードコミッティが設立され、ソニーもオブザーバーとして参加した。ソニーはこのコミッティからの依頼を受け、以下の改良を行った。ソニーがこの3点を変更したことを受け、コミッティは全米企画協会に3.5インチ企画を提案し、1984年には ISO 会議で企画が承認された。 この新仕様に対応した片面ドライブが1983年上半期に発売され、そのすぐ翌年に両面対応ドライブが発売された。アップルコンピューターは1984年に新発売したマッキントッシュシリーズでこのフォーマットを採用した。続けて当たりが新機種の STK でコモドールがアミーガで採用した。 1988年までに3.5インチディスクの販売枚数は5.25インチを超えた。南アフリカではフロッピーと呼ばれていた5.25インチディスクと区別するため3.5インチディスクをスティッフィーと呼んだ。3.5インチディスクや3プラス1インチディスクという呼び方は長方形の型が9 0ト、mm、ルである実際の寸法に近い値として採用された。 ディスク本体の直径は 85.8mm だった。3.5インチディスクのケースにはしっかりとした金属製のスライドカバーがあり、ディスクドライブはカバーを開けて磁性面にアクセスするため、5.25インチディスクと比べ磁性面が不意な接触からしっかり保護されるという大きな利点があった。ディスクをドライブに挿入すると金属のカバーがスライドし、 ドライブが時制面にアクセスしてデータを読み書きすることができた。開発中の当初は正方形をしていたがスライド式のメカニズムを加えることになり長方形にすることで間違った方向へ挿入することが不可能なように改善された。また集端抵抗が不要でインデックスホールも不要などのような点でも3.5インチドライブは競合する他のコンパクトディスク規格より優れていた。 このシャッターのメカニズムには問題がないわけではなく古くなったり乱暴に扱われたディスクではシャッターが曲がってしまうこともあったこれにより完全に取れてしまったり最悪の場合はドライブの中に入り込んで取れなくなりディスクドライブを痛める可能性があった標準化案には他に3インチ3.25インチ4インチなどが提案されていたが すでにヒューレットパッカードやアップルが採用しており、デファクトスタンダードとなっている3.5インチフロッピーディスクが採用された。ただし各種パソコンメーカーは5.25インチフロッピーディスクドライブをそのまま置き換えられることを期待していたのに対し、ソニーはすでにワープロ用として3.5インチフロッピーディスクを販売していたため、トラック数は70と80。 回転数は 300rpm と 600rpm、転送レートは2 5 0 k b ト s e c と5 0 0 k b ト s e c といった仕様が混在し、また接続ピンも5.25インチのドライブと互換性のある34ピンと24ピンの2種類があった。5.25インチディスクと同様に3.5インチディスクにも様々な改良が試みられた。 アップルが1984年に発売した Mac で3.5インチディスクドライブを採用する際に、片面ながら容量を4 0 0イトに拡張した。コモドールが5.25インチディスクで採用し、シリウスシステムテクノロジーのビクター9 0 0 0という IBM PC とは互換性がない MS ドス機でも使われたグループコードレコーディングという記録方式が Mac でも採用された。 その後 PC 互換機でも片面三点五インチが採用されるようになり、容量は規格通りの三百六十キロバイトで、容量は五点二五インチ両面ディスクと同じであるが、MFM という五点二五インチとは異なる記録方式が採用された。GCR 方式と MFM 方式のディスクドライブや、そのドライブでフォーマットされたディスクは互いに互換性がなかったが、 ディスク自体は物理的に同じだった。Apple は両面に対応した 800KB のディスクを1986年に発売し、記録方式は GCR を継続した。その後まもなく、IBM は 720KB の両面倍密で MFM 方式のディスクを携帯機の IBM PC コンバーティブルなどに採用し始めた。PC AT5 換機もこれに追従する一方、アミーガは同じディスクで MFM 方式を採用しながら容量を1メガバイトに拡張する技術を使った。8インチフロッピーディスクと互換性がある1.6メガバイトの容量を持ったディスクへの要望が高まり、すでに完成していた自生体を薄く塗布する技術を用い、材料を変えずに未フォーマット時で 容量 1.6MB の 2HD のディスクを1985年に発表し、1989年に ISO 9529から1、2として規格化された。1987年に発売された MFM 方式の高密度フォーマットの 2HD は、フォーマット時で 1.44MB の容量があった。HD のディスクには、ライトプロテクトノッチの反対側に、 穴が追加されていた。IBM はこのフォーマットを1987年に発売した PS2 シリーズに採用した。Apple は1988年に発売した Macintosh X から 2HD に対応し 2HD 方式のフロッピーディスクドライブはまもなく全ての Mac や PC で事実上使えるようになった。Apple の FDHD ドライブは GCR と MFM の両方の方式に対応しており、PC のディスクを読み書きできるようになって、PC ユーザーとのファイル交換が比較的容易になった。Apple はまもなくこのディスクドライブをスパードライブと呼んだ。Apple は2001年にも全てのフォーマットに対応した CD、DVD ドライブでスパードライブのブランド名を再利用した。 アミー側に HD フロッピーの採用が遅れ、1992年にアミーが4000を発売した。1.76MB の容量があり、また PC 用の 1.44MB や 720KB のディスクを読み書きすることもできた。Apple はソニーと共に3.5インチディスクドライブを初めて搭載した大手メーカーだったが、1998年に発売した iMac には、 フロッピーディスクがなく、初めて標準搭載をやめたメーカーでもあった。自生体のさらなる改良により 2.88MB の容量がある超高密度方式が開発され、1991年にネクストキューブやネクストション、IBM PS にモデル57に採用されたが、2HD を大きく超える利点があるほどの大容量とはみなされず普及しなかった。 この後3.5インチフロッピーディスクは大いに普及し、1995年に年間約45億枚のディスクが、2002年に年間約1万4000台のディスクドライブが世界で販売された。1993年頃から CD ロムが普及し始めてディスクの生産枚数が減少に転じ、ディスクドライブも2002年をピークに生産台数が減少した。 3.5インチフロッピーディスクドライブは2004年頃までに約1億台が生産された。パーソナルコンピュータに標準で内蔵された期間が長かったため、ディスクの生産台数が減少した後もディスクドライブの製造はしばらく続いた。ありがとうございます。